アメリカンフットボール。かつて少し前にこの競技を題材にした漫画がありました。いじめから逃げ回るうちに身につけた快足を武器にした少年が主人公でした。それに魅了されたトムが、巨漢が、悪漢が集まり奮闘し、かつてはいじめた者たちが彼らの陰に入って助けとなり、家業のため一度は離れた仲間が戻り、脇を固め並み居る強豪たちに挑み倒していく、そんな夢のような物語がありました。今ここにその世界が生まれようとしています。かつてもてはやされながら、あのおとぎ話のような世界がここに再現されようとしています。もしかするとここから世界は劇的に動き変わるのかもしれません。皆様こんにちは、道楽やり茶です。令和6年9月15日、場所は大阪鶴見緑地球技場にて、2024 X3 リーグ開幕戦の第1節、その1試合になります。トライスターズ対大阪府警シリーズの一戦がまもなく行われようとしています。試合開始は15時50分キックオフ予定となっております。両チームその試合に先立ちましたウォームアップを終えまして、まもなく試合開始となります。その時を、今控えております。手前側に陣取っておりますのが、本日はカラーユニフォームをまとい、ホームチームとして、この試合に挑みますトライスターズです。ユニフォーム一新しまして、本来のチームカラーであるオレンジがさらに際立つユニフォームに変わっております。在野にあります様々なアメリカンフットボーラーを招き入れ、さらにはアメリカンフットボールを病室で長きにわたる治療に、苦しむ子どもたちを結びつけるホスピタルフットボール活動にも邁進しておりますアメリカンフットボール在野にあります、ここトライスターズが本日のホームチームとなっております。それに対しますのが、同じく大阪の治安を守ります大阪府警によって結成されております大阪府警シールズです。その仕事の関係上、公務の関係からなかなかチームが継続参戦するのが難しい中、しかし今季見事に参戦復帰する形に結びつけました。さあその勇姿をこの試合で見せることができるでしょうか。この両雄、まもなく試合開始という形でその時を控えております。その試合に先立ちまして、アメリカンフット部の簡単な、ご紹介の1分間ダイジェストを今から流させていただきます。これは X2XD の協会が、NFL が作成しましたアメリカンフットボール紹介のビデオになります。ご賞覧ください。日本社会人アメリカンフットボール協会が作成いたしました1分間アメリカンご紹介動画をご覧いただきました。先ほどありましたダイジェストの通りにアメリカンフットボールは試合は進行してまいります。実況しながら、これらも補足しながら試合の方序盤はご紹介させていただきますので、ぜひご賞覧いただきたいと思います。現在フィールド上は両チームの首脳陣招き入れとのコインストスが行われ、キックオフをどちらにするかを決める形になっております。手前側に陣取っておりますのがホームチームとなっておりますトライスターズ、奥側に陣取っておりますのがアウェーチームとなります大阪府警シールズです。トライスターズキックオフ、大阪府警リターンで試合が始まります。大阪府警シールズのレシーブ、オレンジのユニフォーム、
行くぞ。この試合は1クォーター10分の静止形で行います。さあ両チーム最後の劇を通しまして、これより試合開始となります。まず試合はトライスターズのキックオフで始まる形になります。キックオフキッカーはトライスターズ13番の中塚が務めます。森宮医療大学出身のプレイヤーです。高校大学時代はアメリカンフットボール未経験、しかしその見客買われましてアメリカンフットボールに参戦、見事リーグを代表するキッカーに現在なっております。対しまして大阪府警はリターナー2枚配置する模様です。16番8番が配置されました。8番は菅野、阪南大学出身。16番は内田、九州産業大学出身のプレイヤーです。さあ大阪府警リターンに入ります。カバーチームのタックルがありまして大阪府警自陣26ヤード付近からの攻撃という形になります。アメリカンフットボールは攻撃と守備に分かれて行う競技です。ボールを持った選手が倒れるまでを攻撃1回とし、ファーストダウン、セカンドダウン、サードダウン、フォースダウンとその回数を表します。攻撃権は4回、4回で10ヤード前進し攻撃権継続とするか、その過程で相手陣地奥深くにある得点エリアエンドゾーンを目指します。まずは大阪府警の攻撃になります。大阪府警自陣26ヤードからのファーストダウン10、1回目の攻撃になります。攻撃権更新、必要距離は10ヤード。まず中央へのワンプレー、しかしここはトライスターズナイスディフェンス。まずはランニングバックにボールを託しまして中央突破を図りました。大阪府警何枠託されましたボールを持ちまして中央それをねじ込むというところでしたが、これをトライスターズディフェンス陣が押し返す格好でノーゲイン、ゲインなくセカンドダウンに変えます。アメリカンフットボールは前進をゲイン、後退をロスと表現します。その倒された地点までが前進後退距離という形になります。先ほどは前進距離なくセカンドダウン10、2回目の攻撃に入ります。攻撃権更新距離必要は変わらず10ヤード。パス不成功。今度は大阪府警攻撃チームが開始点から後方より一度だけできる前パスを敢行しました。裏をつくように奥に走り込んだ1番にそのパスを託しましたが、1番ダイビングキャッチ試みもキャッチできず不成功。パス失敗ですと元の位置にボールは戻され攻撃権変わりまして1つ失います。従いまして大阪府警3回目の攻撃に変わります。大阪府警サードダウン10。さあこの3回目で10ヤード突破なるでしょうか。ここでドロープレー、パスに見せかけてランプレーを展開しました。一旦下がりランニング枠に遅れて渡しましてパスのフェイクの形でランを展開するドロープレーによって攻撃権突破、攻撃展開突破を図りましたが、しかしこれはトライスターズに追われましてフォースダウンロングの状況に変わります。結果的に下げられてフォースダウン、最後の攻撃権になります大阪府警。さあこの1回どうやって行使するでしょう。体型を変える模様です。パントフォーメーションを取りました。パントはキックによる陣地挽回を図る策です。しかしこのパントによりまして攻撃権は失います。さあどこまで返せるか。このパント大きな挽回、陣地挽回には至らず、結果的には自陣の35ヤード付近でとどまりましたが、ここでイエローフラッグが投じられております。審判団からフィード上に黄色いウエスを通されますと、これは反則発生を意味します。果たしてどのような反則があったでしょうか。まもなく審判団から反則内容がコールされます。オフェンスの反則です。フォルススタート、不正なスタートを切りました。オフェンスチームは特定の選手以外は
1秒間プレー開始前まで静止が求められます。先ほどその1秒間を守れなかった選手がいた模様です。不正なスタートという判定になりまして5ヤード抜退しフォースダウンやり直しとなります。下がりましてトライ、大阪府警フォースダウン20でパントフォーメーションを取ります。ここでボールにトラブルがあったようでボール交換の措置が取られます。プレー再開です。大阪府警フォースダウンロング。この時パントも大きな陣地挽回にはならず大阪府警陣20ヤード付近で攻守交代テイクオーバーでトライサーズに攻撃権変わります。大阪府警最初の攻撃シリーズ結果的にパントという形で終わりました。今度は攻撃権変わりましてトライサーズに攻撃移ります。今度はトライサーズの攻撃です。トライサーズ相手陣21ヤードからのファーストダウン点に入ります。攻撃権更新、必要距離は同じく10ヤード。トラブルがある。さあ判定どうか。ターンオーバー、攻守交代です。ここでクォーターバック15番中央切れ込んだワイドレシーバー2番にパス、2番これをキャッチ、そこから前進図りましたがこの時に相手のタックルからボールをファンブル、落としたボールどちらが抑えても構いません。抑えましたのは大阪府警、したがってここで攻守交代です。ターンオーバー、攻撃権変わりまして大阪府警に変わります。さあ大阪府警非常に厳しい状況にあるかと思いましたが攻撃取り返しましてここから再び攻撃に入ります。大阪府警自陣9ヤードからのファーストダウン点。さあ中央のランプレーを入れました。まずこの状況を少しでも優位にせんとまずランプレーから入ります。アイフォーメーションからテイルバックにボールを戻せまして左オフタックルのランプレー、力強いランによりまして約3ヤードほどゲインとなっております。大阪府警セカンドダウン7。さあ再びランプレー、今度も同じく左オフタックル付近に投入しました。これもキャリア8番体を、なだれ込ませるように前にのめらせ約4ヤードから5ヤードのゲインに変えております。非常に確実に着実にランプレーを進めておりますのは大阪府警のキャリア8番の菅野です。阪南大学写真。大阪府警サーダウン2。さあこの2ヤード突破なるでしょうか。さあ三度ランプレー、今度はキャリア21番。さあ判定どうか。攻撃権更新、大阪府警ファーサー。ここで大阪府警ランプレーによって攻撃権更新を果たしました。見事攻撃権更新いたしましたのはランニバック29番の木村でした。京都産業大学出身。さあ攻撃を一旦リセットする形でボールオン自陣 20ヤード間の攻撃に入ります。大阪府警ファーストダウン10。
さあまたランプレーです。今度は右オフタックルのランプレー、キャリア8番。トライスターズのディフェンス徐々にプレッシャーかけておりますが、しかしこのランプレーも約2ヤードから3ヤードの原因となっております。タックル受けながら前進します。8番は菅野です。阪南大学出身。大阪府警セカンドダウン7。さあランプレー重ねます。再び右オフタックル付近へのランプレー、キャリアは8番に託しています。今度はしかしトライスターズのディフェンス陣が圧力かけているか、ゲインは1ヤードにとどまっております。ここでホイッスル。ここでウォーターブレイクが入ります。アメリカンフットボールは当日の天候気象状況を鑑みまして、審判団事前協議によりクォーターの半分でレフェリータイムアウトが入ることがございます。ウォーターブレイクとも称されますが、本日は高温多湿の環境下と判断しまして、熱中症対策としてウォーターブレイクが取られている模様です。この配信は X2 ウエスト、X3 ウエストの全チームの共同企画によって実現しております。この企画にご賛同くださいました多くの企業様、個人様のご寄付、ご支援、ご記者によりまして、この配信は実現いたしました。皆様のご厚情大変感謝申し上げます。この企画は現在も継続しております。画面にあります、その申し込み先ないしは説明概要欄にその申し込みとなりますショッピングカートの URL ございます。ぜひこちらの方を ご覧いただき、その内容にご企画、ご協力いただきます方々はぜひご協力よろしくお願い申し上げます。さあウォーターブレイク解けまして試合再開です。大阪府警サーダウン7。さあここでトラブルだったか、判定どうか。ここでターンオーバー、コース交代です。ここでクォーターバックに対してラインからのボールを渡すエクスチェンジの際にトラブル発生し、ボールがロストされました。ファンブルしましたボール、どちらを抑えても構いません。これを抑えましたがトライスターズ攻撃権ダッシュという形になります。ターンオーバーでトライスターズに攻撃権変わります。トライスターズ相手陣24ヤードからのファーストアンテン。パス不成功です。まず右側に展開 しておりましたワイドレシーバーにパスを入れました。しかしこのパスわずかに低く、パス不成功となっています。ダウン1つ失いセカンドダウンに変わります。トライスターズセカンドダウン10。ここでクォーターバック自らランプレー、ハンドオフをフレークし、その左側にカウンターを取るようにランプレーを展開しました。相手の強をつくように約7ヤードから8ヤードのゲインとしています。ゲインしましたキャリアは15番の木田でした。三田小生高校出身のプレイヤーです。チームキャプテンでもあります。高校時代未経験ながら、そしてもともとはランニングバックとして参入しながら、3年前よりクォーターバックとしてチームに、挑戦しまして、今季ついにその成功タバックの位置を獲得しております。サーダウン3の状況、トライスターズさあどのような一手を打つか。さあテイルバックに託した、このランプレー判定どうか。キャリア41番の総力に託しましたが、しかしここで大阪府警のディフェンス陣踏ん張りまして
残り1ヤードという状況でフォースダウンに持ち込みます。非常に力強い攻防でした。キャリアは41番の山本でした。手塚山大学写真、ここでホイッスル。ここでトライスターズが前半1回目のタイムアウトを投入します。アメリカンフットボールは双方ともに前半後半3回ずつタイムアウトを取ることができます。トライスターズ、ここが勝負どころと見ましたが、ここで一旦作戦タイムを取ります。このタイムアウトも双方の戦術面、そしてその体力面を踏まえまして、さまざまな駆け引きを行使する重要な選択肢となりますので、この点もぜひご注目ください。YouTube でご覧いただいている方は、チーム名の下側にあります黄色いバーの残数、これが両チームの持っているタイムアウトの数としてご理解いただければ幸いです。さあ、このタイムアウトでどのような策を講じたでしょう。まもなくタイムアウト解けます。トライスターズフォースダウンのコリジアード、フォーメーションを変えました。フィールドゴールトライ、キックによる3点を狙います。さあ、このキックどうか。このキックそれまして、フィールドゴール失敗。結果的にこの攻撃シリーズ得点ならず、トライスターズ無得点で攻撃交代という形になります。大阪府警、結果的にしのぎまして攻撃権を取り返す形になりました。さあ、攻撃権を結果的に行使し、攻撃権を生かして得点得られませんでしたトライスターズ。さあ、ここでの判断が果たしてどう出るでしょうか。しのげました大阪府警は、何としてもここから状況打開を図りたい。ボールオン自陣20ヤードからの攻撃に入ります。大阪府警ファーストダウン10。さあ、ランプレーを投入します、大阪府警です。再びハンドオフから左オフタックル付近へのパワープレーです。自らの体力を生かしたその力強いランによりまして、約2ヤードから3ヤードのゲインを奪っております。ここはランニングバックに入っています8番の菅野の走力に期待しているという、そのような選択になっているようです。大阪府警セカンドダウン8。パス成功、ファースト。ここで裏を突く側にクォーターバック、奥に走り込んだワイドレシーバー1番にパス、これを1番伸びやかのようにキャッチしまして、見事に攻撃権更新といたしました。大阪府警ファースト、見事にこのパスキャッチしましたのは大阪府警1番の宇都宮、中京大学出身のバイスキャプテンです。さあ、攻撃権更新になりました。大阪府警自陣35ヤードからのファーストダウン。今度はフルバックのダイブプレー、密集点を手前にいたブロッカータイプの選手にボールを託しまして、中央密集点突破を図りましたが、これは大阪府警に対してトライスターズディフェンスフロント踏ん張りまして、ゲイン1ヤードに留めております。大阪府警セカンドダウン9。さあ、さらに一周転へランプレー。この中央突破に生命線を見出さんというところでしょうか。大阪府警果敢にも中央密集点にランを重ねております。ここで負傷者が発生したため、レフリータイムアウトが取られています。
この辺りは大阪府警、やはり治安維持のために日夜鍛えているというふうに聞いておりますが、この点において通常の社会人とは違うタフさを見せつける、そのような攻防を現在展開しております。しかしトライスターズ、そして他の X リーガーたちもそれに見合うだけの週末研鑽を積んでおります。それらの体力勝負にも なるアメリカンフットボールのその醍醐味にもぜひご注目ください。大阪府警サーダウン7、ここでトラブル発生。大阪府警、ここでオプションプレー、クォーターバックが持つかランニングバックに託すかの選択プレーをダイブをフェイクにしまして展開しようといたしましたが、この時にピッチ乱れまして、ランニングバックはボールを一旦ロストしました。なんとか抑えましたが、しかし結果的にゲインなくフォースダウンに変わります。オプションプレーは決まりましたが、相手の裏をつけるというプレーではありますが、しかしミスが発生しやすいプレーでもあります。この辺りはアメリカンフットボールの鍛錬修練度が生きるプレーでもあります。大阪府警フォースダウン8、パントフォーメーションを取りました。さあ、このパントは結果的にはトライスターズ陣26ヤード付近でボールデッドしまして、この位置で攻守交代、テイクオーバーしまして、トライスターズに攻撃権変わります。さあ、結果的には攻撃取り返したトライスターズ、ボールオン自陣失礼しました31ヤードからの攻撃に入ります。トライスターズファースター、これは大阪府警ナイスディフェンス。トライスターズ、ここでランプレーからまずそのスタートを展開しようとしましたが、ここで大阪府警ディフェンスフロントが殺到しまして、このランを阻止しております。見事にこの中央を割り込んでこのランを阻止しましたのは大阪府警64番の大谷でした。関西大学出身のプレイヤーです。ここで第1クォーター終了となります。第1クォーター終わりまして、トライスターズ0点、大阪府警シリーズ0点、第1クォーターは双方無得点のまま攻守の方向を入れ替わりまして、第2クォーターに移ります。